さあ、今日はですね、いつも私音源を使ってカラオケでするところなんですけども、下の企画展のところでいろんな楽器、木の花笛だとか私の動画もね、出させていただいてますけども、そこの部分で今日は4種類の花笛の素材の違った、花笛で演奏をしてみたいと思います。さあ、どんな楽器が入る、もしよろしければですね、手拍子でも、ね、ちょっとまだコロナ禍ということでマスクを、ね、まであるかと思いますけど、手拍子でもしていただければありがたいと思います。はい、では第1曲です、目です。今日は皆さんが知っている動画、童謡を吹いてみたいと思います。まず1曲目です。紙の花笛、今日作った紙の花笛で春が来たを聴いていただきたいと思います。ちょっと紙なのでね、ちょっとあれは聞きづらいかありますけども、その点はご了承ください。では春が来たです。ということで紙の花笛、ちょっとね、今日は3回の部分で同じ紙の花笛でちょっと湿気がついてて、ちょっと壊れかけて、まあこれもいい味が出てんじゃないかなと思います。はい、次です。紙に、ついて今度木です。今ね、あれでして、今日は 木の花笛ということなんですけど、竹の花笛を今日持ってきました。ちょっとあれですので、これはちょっと固めというか少し次のわけですけど、夕焼け小焼けをちょっと吹いてみます。こんにちは、行きます。今度は次、木に、の次に硬い土からできて、まあ、陶器で言うと硬いんですけど土ということで、今度は、陶器の花笛を使いまして、皆さんご存知のおなじみのふるさとをちょっと吹いてみたいと思います。
はい、それではちょっと早いんですけども最後の曲になっていきます。次はプラスチックの花笛なんですが、今日はちょっと最後は、こういうような、ね、プラスチックで、演奏してみましたけど、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、私も楽しかったです。短い時間ではありましたけども花笛の生の、ね、音を聞いていただきました。ありがとうございました。まだお時間があるようでございますので、まだ企画7点のね、7回の企画展の方を見、ご覧になってない方、ぜひともですね、見ていってください。また後ほど私の方もこちら引き上げまして、7回の方でまた皆さんと、ね、これ使った花笛をねお見せしながらちょっとご説明ができたらと思いますので、もしよろしくお時間のある方は、お越しください。まだこちらの方、科学館の方も、7時までですか、ありますので、まだまだたくさん楽しい、展示がありますので、こちらの科学館の方で楽しんでください。どうもありがとうございました。また特に会いましょう。ありがとうございました。